エルコンドルパサー、まずまずの仕上がりですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。実力は引けを取りません。2番人気は17番グラスワンダー。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。上空には灰色の空が広がる中山レース場。天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。下克上は起こりうるのか。エルコンドルパサー、注目株の馬娘だ。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。グラスワンダー、各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはセイウンスカイ、6番エルコンドルバサー。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルバサー、第4コーナーを進んで直線へ向かう。セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは6番エルコンドルパーサー。上がっていきます。スタミナを切らさないか心配です。まずは1周目、正面スタンド前に入った。先頭から後方まで隊列は縦長になっています。各自自分のペースを保っているようですね。先頭は相変わらずセイウンスカイ、先頭から大きく離されて2番手は6番エルコンドルパーサー、この位置につけています。4番手には5番、少し後ろから3番、外には15番、内をついて10番。第1コーナー回って第2コーナー、順位を振り返っていきます。依然としてセイウンスカイ、続きましたエルコンドルバサー、3番手3番、その内並んで6番、少し離れて15番、内から5番、そしてその後ろから行くのは10番、外11番、1馬身離れて4番、内から2番、外7番、1馬身差グラスワンダー、内で12番、少し後ろからキングヘイロー、その後ろから18番、内を回ります14番、後方2番手に9番、16番、最後方からのレースになりました。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ16馬身、エルコンドルバサーまだリードをキープしています。残り1000メートルを通過。続いてセイウンスカイ、2馬身3馬身開いて3番、4番手15番、5番手には5番、1馬身差2番、少し離れて11番、4番、並んでくるすぐに続いて6番グラスワンダー追走、さらに10番、少し後ろから7番、さらに外から18番、差がなくキングヘイロー、2馬身離れて14番、16番、並んできた。まもなく第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差が、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナー、最初に立ち上がったのはエルコンドルパーサー、グラスワンダー追いすがる余裕の走りだ。後ろをぐんぐん突き放して、これはステイクリーリード、残り200、エルコンドルパーサー、これは強い、余力を残したまま、これは強い、エルコンドルパーサー大差で今ゴールイン。圧倒的な実力差を見せつけレースを制した。気力を尽くした消耗戦、勝ったのはエルコンドルパーサー、2着はグラスワンダー、3着に入ったのはセイウンスカイ。